撮影日2022年12月6日スズメ100まで踊りを忘れず。皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。12月に入ってなんとなく気ぜわしいルートレス山崎です。北海道各地で雪の便りを聞く時期になりましたが、私の住む釧路はまだ雪が降っていません。来週火曜日までの週間予報を見ると、この先しばらくは良い天気が続きそうです。鳥たちにとっても、私たち人間にとっても、雪が降らない方が暮らしやすいです。本日12月6日火曜日の天気は晴れ、朝の最低気温はマイナス6度、昼間の最高気温は2度でした。寒さは冬の入り口といったところでしょうか。スズメさんたちは早起きで、日が昇ってすぐに庭の木に集合し始め、ある程度集まったところで餌を食べに木から降りてきます。シジュウカラさんたちの朝は遅く、9時30分を過ぎて餌を食べに来ました。今朝来ているシジュウカラさんは昨日と同じ3羽のグループです。本日シジュウカラさんたちが食べているのは、いつものひまわりの種と縦に半分に切ったかぼちゃの種です。昨日は皿を開けていましたが、今日はミックスしてあげています。この動画ではカットしましたが、スズメさんたちがかぼちゃの種だけを地面に持って行ってしまいます。中身を食べずに地面に置いてあるので、結果的にシジュウカラさんが拾って木のところで食べているのですが、カメラに映らないので困ってしまいます。ご覧のように、シジュウカラさんがいたずらスズメたちが散らかしたひまわりの種を拾ってくれています。スズメ100まで踊りを忘れずということわざがありますが、スズメたちは一度おいしいものがある場所を覚えたらずっと覚えていて、おいしいものがなくなってもしつこく食べに来るのでしょう。このメスのシジュウカラさんはカボチャの種が大好きです。残念ながらこの時は、皿にカボチャの種が残っていなかったのでしょう。なんか、シジュウカラさんの仕草が残念そうに見えます。カボチャ好きのシジュウカラさんのために、もっとカボチャの種を入れてあげたいのですが、なぜかカボチャの種を皿に入れると、スズメたちがやってきて、皿の中身をポイポイと投げてしまうのです。ここでシジュウカラさんのリクエストにお応えして、かぼちゃの種を3粒分追加補充しました。スズメたちに荒らされる前に全部食べることができるでしょうか。午後3時を回り、シジュウカラさんたちが忙しく餌を取りに来る時間帯になりました。しっかりと食べて冷え込む夜に備えてエネルギー補充しておかないとね。かぼちゃの種もひまわりの種もカロリー的には変わりません。かぼちゃの種は1粒で3キロカロリー、半分に切ってあるので 1.5 キロカロリー、ひまわりの種は1粒で 1.5 キロカロリーなので、どちらを持っていっても摂取できるカロリーは大差ないのですが、かぼちゃの種は半分に切ってあるので、ひまわりの種のように割る手間がない分、食べやすいのかもしれません。かぼちゃの種とひまわりの種を補充すると、スズメたちが集まり始めました。シジュウカラさんの餌を補充するときに、スズメさんたちの餌も補充したのですが、なぜか餌を取りに来るシジュウカラさんに反応して集まってきます。
今日もゆっくりと日が暮れていきます。寒い夜を越すだけのエネルギーは補充できたのでしょうか。早くねぐらに帰ってしっかり寝て、明日もまた食べに来るんだよ。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。本日のナレーションは、ボイスボックス、青山流星でした。では、また次の動画でお会いしましょう。